ということでございまして、前田由里さん、ドイツ外人のピアニストということで、めちゃめちゃやばかったですけど、お二人目のゲストをお呼びしました。前田さんにですね、もう負けずとも劣らないゴージャスな女性を連れてまいりましたということで、ランちゃんです。はい、ランです。はじめまして。はい、 DJ なんだよね。そうですね。はい、いうことで名古屋のですね、まあ、DJ の、まあ、友達というか仲間というかに、来ていただきました。はい、でもう本当にランちゃんにですね、ぜひおたいのですね、音楽のコンテンツに何か出ていただきたいなということで、まあ、先日ですね、OC アコースティックっていうスピーカーのね、ブランドの、MV なんかの撮影も、していただいたんですけど、まあ、この人がですね、もう、音楽オタクで、もうちょっとね、最初会った時本当に驚いたみたいなとこがあって、ちょっと軽く自己紹介いいですか。はい。はい。ランです。はい、どうもです。どうもです。私はただの音楽フリークなので。もともとはね。そうなんですよ、うん、子どもの頃からずっと音楽を聴いて、まあ、始まりがラジオで、うん、でそこから子どもながらに洋楽が素敵だなって思って洋楽をずっと聴いてきて今に至るんですけども。その気づいたらずっとラジオ聴いてて。そうなんです。小学校ぐらいですよ、ね、FM 派？ FM、うん、FM ですよね。 ZIP と名古屋だったらね、名古屋、うん、レディオ I とか昔あった。そう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 、レディオ I 派、うん、マジっすか。深夜のラジオが素敵なるほど。あ、でもレディオ I とか聞いてそう。聞いてましたね、うん、ごめんなさいね、名古屋以外の人は。はい、うんうんうん、ひょんなことで FM を聞き始めた。そうですね、うん、なるほど。ずっと聞いてました。テレビ見るよりもなんかラジオに行って音楽流れる音楽を聞いた方がなんか楽しくて、うんうん、でもなんか普通に小学校の頃だったらアニメ見たいとかさ、そういうのとかもさ、普通の子はあったりするわけじゃん。アニメも見てましたよ、ちゃんと。あ、見てた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 けど、ラジオの方に惹かれたっていうのはなんでなんだろう。夜の特に深夜のね、深夜帯の、で好きな曲あったらメモったりとかして。なんか当時あのカセットテープが常に用意してあって、うん、それで常にあいい曲だなと思ったら録音して、うん、録音してみたいな、うん、で後で調べて、うんうんうん、まあ、その CD ショップ見に行くとか、うん、なんかねこの感じでね、ただの音楽オタクなんですよ簡単に言うと、はい、そうなるほどね。今 DJ をやられてて、本当にまだそのね、意外と最近なんですけどね。そうなんですよ、ようやく1年ぐらいですね、うん、はい、いう感じなんですけど、うん、まあ皆さんね、まあこれオーディオの番組なので、うん、DJ ってどういうものなのかっていうのは、まあ僕の方がまあ一応、まあ、キャリアが長いからあれなんですけど、普通にもうね、ギターとかピアノと違って、うん、人様の曲をかけると、うん、それを演奏するっていう感じなんだけど、うん、例えばこうやって考えてほしいのは、お寿司屋さんに行きますと、はい、お寿司屋さんに行って最初になんかお任せコースみたいな、100円お寿司とかじゃなくて、うん、ちゃんとしたところで行って最初からイクラが出たりエビが出たりしなくって、うん、最初はなんかさ爽やかなさらりとしたやつからだんだんこうクライマックスになっていくみたいな、うん、当てが出て握りが出てみたいなバランスですよね。そう、うん、じゃないですか、うんうん、だから最初にいきなりバーンって盛り上がる曲もやっぱり DJ もかけないし、そうですね、みたいな全体的な流れを作っていくと、うん、で例えばそのなんだろうね、そのエビが先なのかイカが先なのか、うん、で全体の印象も結構違ってきたりとかするわけじゃん。そうですね、うん、みたいなことをもうど真面目に考えてる人種みたいな感じだったりするのかな、うん、感覚ですけどね、全部なんとなくの感覚。それそこがね、本当にランちゃんの天才的なところで、まあ、僕なんかも本当に DJ のお店をやってるんですけど、まあ、オーディオショップ以外にね20何年やっていろんな DJ を見てきたんですけど、本当に音楽マニアがうなるような選曲をするし、
ぱりそのお寿司屋で行くとさ、やっぱ本当流れが綺麗だからさらっと食べさせてくれるしいう感じなんだけど、なんとなくっていうところもさ、パッと降ってくるわけですか、選曲が。そうですね、うん、そうなんだ。そうなんですよでも映像だからさ、多少なんか言語化してもらわないとさ、うん、なんかコツとかがあったりするわけです。なんですかね、コツ。もうやっぱりちゃんと聞いてんの。ちゃんと聞いてます、音楽やっぱり。でこのぐらいのタイミング、時間帯あるじゃないですか、お客さんが来るタイミング、時間帯とか、うんうん、あ12時以降だったらこんな感じかなっていうことも考えてます。ランちゃんの場合は、ディスコとかクラブとかじゃなくって、うん、サウンドバーみたいな。そう、バーで流す。最近めっちゃ流行ってるんですよ、うんうん、こうちょっと踊るぐらいでもいいし、それは個人の自由なんですけども、うん、やっぱりこうお酒を飲みながらゆっくり座ってっていう、うん、そういうシチュエーションが結構私好きで、うん、なので結構いろんな全国のそういうソウルバー、レコードバー行きまくったんだよね。行っててそこで大体の流れも分かってて、あこの曲かけてこの次この曲なんだとか結構勉強しながら聴いてるんですよ。なるほどね、うんうん、ただ飲んだくれてるわけじゃないぞと。はいはいはい、はいうん、そうなんですよ。なんか結構勉強になってますね。やっぱそう、実際にその入るお客さん、入ってくるお客さんがいて、でその人の雰囲気とかによって選曲変えたりだとか、うん、まあそれもありますね。うんうんうん、まあでもある程度自分の中の頭のデータがあって、その流れでやっていく感じで、たまに変えたりもしますし、大体なんか自分で流れを作ってます。なるほど。今日これ、うん、これだけじゃあ80曲これだけかけようとか、うん、大体全部自分で決めて、大体、うん、バランスよく。なるほど、うん、ディスコがあったり、あの、ね、ファンクがあったりポップスがあったり、うん、間に AOR 挟んだりとか、うん、なんか聞き飽きないようにちょ流れ的に頭の中で作ってます、うん、流れを。なるほど、うん、でランちゃんが結構すごいのは、まあ、割とですね、ワンナイトワン DJ で、うん受けていくということで、うん、回すとき結構 3時間とかやったけど、ね、私この間6時間やりましたアホやん9時からすごっ2時半ぐらいまでずっと延々9、10、11、12、うん、すごっ。6時間だから全然苦じゃなく、お酒飲みながら。よくやったね。そう、ほんとそうなんだ、うん、疲れないんですよね、不思議と。相当あなた好きなんだ、うん、多分すごい相当好きなんだと思う。相当好きなんだと思う、はい、いうことで、うん、そのランちゃんのですね、その得意音楽というかな、うん、いうの、まあソウルになるんですか。ソウル、ファンク、まあ、基本ソウルですよね。なるほどなるほど、うん、あの選曲が本当に見事で、うん、なんかこう本当に居心地がいいというかな、うん、気持ちいい選曲をするんだけど、どうやってそういうかっこいい曲とか知るんですか。どうやって、これはちょっと俺半分素で聞いてます。なんだろう、企業秘密な部分もあると思うけど、ちょっと教えてもらっていいですか。やっぱりこう好きな、やっぱりそういうソウルバーとか、うん、DJ さんのイベントに行ったりとか、うんうんうん、そういうのを聞いて、あなるほどこんな感じなんだって言って、またそこから掘っていくんですよ。うん、マイケル・ジャクソンがかっこいいなというふうになったとしたら、うん、マイケル・ジャクソンって Google かなんかで調べる。調べたりとか、でそうするとジャクソン5とかね、 YouTube でいろいろ関連していくものからピックアップしたりとか、なんかそんな感じです。なるほど、うん、まあ、割とですね、ランちゃん結構ほんと PC で DJ やってて、まあ、ソウルというとレコードっていうイメージあるんだけど、もう今は全然そんなことな関係なくって、どんどんデジタルでかけていくんだけど、アナログチックな曲を、なんかその YouTube とか、その Spotify とか Apple Music とか、そういうデジタルのストリーミングって、もう今オーディオ界でもめちゃめちゃ来てるんですよ、ストリーミングの波が。なんかね、一曲一曲が思い入れが薄くなる気がするだけど、なんかでもランちゃんはさ、なんかそんなこともなくしっかりディグしてくるから、本当すごいなと思ってる。ちゃんと聞いてほしいな。ちゃんと聞いてる、ちゃんと聞いてるよね。魂込めて一曲一曲
やってます。やっぱそうなんだ、ね、ちょっとスポコンっぽいな。でお客さんとかが反応良くて、うん、DJ ブースのところに来てくださる方もいるんですよ。あ、この曲いいとか、うん、そうするとすごい嬉しいですね、うん。まあ、そうだよね、うん、だって芝でも私がいるとお酒の量がすごく出る。それ別の意味の営業してるね。みんな結構すぐ帰るような人が、うん、あの人この間これだけ飲んでったよ教えてくれてたし。あ、うん、だけど本当に DJ がいいと居心地が良くなるから、うん、音楽の力で店にいさせることができるんですよね、うん、そういうところも結構面白かったりとか。まあ、そんなランちゃんなんですけど、ランちゃんの DJ 聞きたいよっていう人がいたらどうすればいいですか？そのインスタとか。そうですね、あのインスタで結構あのこの日にやりますって言って告知してますので、うん、はい、そこで皆さん知ってもらえればと思います。なるほど、はいはい。どうなんだろうね、でも2ヶ月に1回とかやってるのかな、3ヶ月に1回とか、まあ、コロナの影響でずっとお店が休業してたので、うんうんうん、まあ半年ぶりぐらいに、うん、ちょうど先月、うん、今月でこれからも1ヶ月でも月1とかではやってますよね、うん、そうなんです。なんでまあ皆さんぜひチェックしていただきたいなと思います。はい、はい、そしてそんな音楽フリークなですねランちゃんにですね、今日はヤマハの5000のシステムをせっかくなんで聞いていただきたいなというふうに思いますので、はい、曲をですねあの選んでいただいて聞いていただきいきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。いやということでですね、もうめっちゃ選曲もやばかったし、まあ、さすが5000だなと思いました。ちなみにですね CD
S3000、今回ですね、先ほどあのシステム紹介なかったんですけど、今回デジタルで、お持ちいただきましたので、DAC 付きの CD プレイヤーですね、ヤマハのフラグシップ CD プレイヤー、CDS3000 でかけさせていただきました。ランちゃんいかがでしたでしょうか、はい、今日は本当にすごい音のいいスピーカーで聞かせていただいて、でも結構聞いてるでしょ、サウンドバーとかで。そうですね、いいやつをね、でもあのヤマハの5000シリーズっていうのはまたちょっとこうサウンドバーで聞くのとちょっと違うかもしれない。そうですね、どんな印象でしたか。なんかクリアな感じ、なんだろう、なんかちょっとやっぱ違いますよね、なんて言ったらいいんだろう。まあリアルな感じで洗練された、そうだね、なんだろう、なんかすごく綺麗に伝わるっていうか、はい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 、はい、なんか美しいなと思いました。選んでいただいた2曲って、まあ、ランちゃんはその DJ であってオーディオの、人ではないので録音がどうのこうのとか、そういうのは僕もあえて言わなかったし、はい、いう風で、まあ、ナチュラルに、まあ、ちょっと選んでいただいてっていう風で思ったんですけど、70年代とか の、 そのソウルとかポップスとかでもそんなめちゃくちゃ超優秀録音ってそんなにないんですよ、大体は、まあ、そう、みたいな感じなんだけど、でもこのオーディオで聞くと、もうなんか本当に目の前になんかいるようなライブ感みたいな、ジャズ聴いた時に特に。あー、そっかそっか、目の前で本当演奏されてるような感じで、すごい素敵だなと思って感動しました。ちょっと、あ、マジですか、あ、よかったよかった、ちょっと、ね、いろんなハードルが高そうなんで、ランちゃん、いやいや、はい、全然そんなことないですけど、よかったです、はいはい、この伏見のですね、ヤマハの名古屋の視聴室なんです。これね、部屋もやっぱいいんですよ、部屋によってその音の響きが変わったりとかするので、なんで、まあ、例えばそういう、なんだろうな、サウンドバーとかでもそうだし、まあ、音のいいところ悪いところっていうのも、まあ、スピーカーオーディオシステムだけじゃなくて、まあ、箱にも寄ったりとか、まあ、するんですけど、まあ、そういうところも結構面白いのかなというふうに思います、はいはい、2曲を選びいただいたんですけど、なぜこの2曲だったの。もっとたくさんあって、本当に絞るのがだってさ、6時間もかけるわけだし、そう、もう本当難しい、何千曲って、下手したら万いってんのかな、そう、もうっていうストックがある中で、セルジュ・ゲンズブールはあれはもう私本当大好きな曲で、クラシックとセンセーショナルな融合、あれ最初聞いた時は衝撃的で、すごいなと思いました。なるほどなるほど、これね、ランちゃんもねちょっと一個差し上げたんですけど、ヤマハ名古屋のオリジナルどら焼きみたいです、可愛いですよね、パッケージも可愛いよ、可愛い、だいぶこれ、あの開けたらヤマハのこういうなんかマークがついてると、まあせっかくなんで番組中に食べてみようかなと思って、ちょっと食レポしてみて、はい、どうぞ、はい、なんかね、なんか必要以上にあんこが入って、あ、褒めてるんですけど、はいはい、え、これ何味ですか、味はどら焼きだよ、違う、栗、小豆と栗で、めちゃくちゃ美味しいです。ということで、これ売ってるんですか。1階で販売してるそうです。おー、テイクアウトも OK ですし、カフェで食べることも OK です。3種類ぐらい味いなかったです。3種類あります、はい、いう感じなんで、あのヤマハ来た際はですね、皆さんぜひどら焼きもご賞味ください。楽器と一緒にどら焼きもお願いします、はい、という感じで2曲ランちゃんに、はい、選んでいただいたんですけど、ランちゃんの中で、そのゲンズブールの曲っていうのはすごい革新的だった。そうなんですよ、まあ、衝撃的でした、あれを聞いた。いつに知ったの。あれは、いつだろう、かなり前ですね、20年ぐらい前に、とある喫茶店で流れてたんですよ、ほう、で、コメダですか。コメダじゃない。で、当時、なんかアイスコーヒー飲みながら、何この曲素敵と思って、なるほど、このセンセーショナルな、あの、まず、あのジェン・バーキーの声が、わかるわかる、え、なんでってなるよね。そう、なんでこれと
クラシックがまた融合してる。なんでこんな曲になってるんだっていう。ゲンズブールのさ、あの頃の作品って、うん、まあ映画もすごいんだけども、うん、ある種の気持ち悪さがあるっていうか、そうですね、なんかね、うん、本当はこうやって来なきゃいけないのが、うん、なんかこうやってなんかちょこっとずれてて、うん、そのずれがすごい気持ちいいっていうかさ、うん、なんかいかんもの聞いてるような気もするじゃない、うん、当時はね、ブリジット・バルドーに捧げる曲でしたもんね。そう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 、うん、で、まあ、実際その、うん、ちょっと卑猥からだとかいろいろ言われて発売禁止になったりだとかみたいな、うん、それがやっぱりこう衝撃だ、うんうんうん、本当にすごい今聞いても素敵だな。ちょっと分かる気がするな。分かります、うん、分かる分かる。2021年に、うん、ジュテンモアノンプリューの映画がリマスターされる、はいはい、ありましたね。もうされたのかな、もう 4K リマスターで、うん、映画にもそれで見てみたいな、うん、音楽聴いて辿ってたら、うん、あ、映画があると、で後から映画を見たみたいな感じ、うん、なるほどね。あ、音先なんですね。そうなんですよ、はい、はい、なるほど、いう感じで、うん、ゲンズブルちょっとでもあの意外と僕の中では意外だったんですけど、あ、本当ですか、はい、で2曲目がロストジェネレーション、はい、これはね、うん、かっこいいですよ、もうランちゃんだなみたいな感じはありましたねだから本当そういうロストジェネレーション、ランちゃんのなんか DJ っていうイメージがあって、あの本当にメロソウルっていうかな、うん、極上のね、うん、シカゴソウル、シカゴですよね、うん、ロストジェネレーションね、かっこいいですよね、うん、あれも、うん、本当に選べなくてこの2曲絞るのもういっぱいありすぎてどうしようと思って、でその中でロストジェネレーションにしたのは、うん、まあ純粋に好きっていうのはあるとは思うんだけど、好きすぎるみたいな、もう好きがいっぱいありすぎて、うんうん、もっと他にもいい曲がもちろんたくさんあるんですけども、うん、まあ、全然私の中で好きな曲の一つです。なるほど、うんうんうん、どういうところがいいの、どういうところ、うん、なんだろう、うん、雰囲気っていうか、あのソウルフルな、なんかなんて言うんですか、うんうん、言葉で言うのは難しいんですけど、うん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 、そのロストジェネレーションは、まあ、もちろんそのシカゴソウルとしても有名なんだけど、なんかね声とかさ、その演奏とかってね単体で拾ってみると結構えぐいんだけど、なんか全体通してみるとすごい爽やかというか、うんそんな感じもあるし、なんかちょっと不思議なバンドですかね。で最後、レコードの音も聞いてもらうと思って、はい、アートペッパーの、うん、リズムセクションの、1曲目かな、聴いていただきましたけど、どうでした、レコードも。すごい良かったですね。良かったですか、うん、やっぱ全然違いますね、うんうん、ね、データとね、まあデータはあのデジタルはデジタルでいいとこある、うんうんうん、あるので、レコードの方が絶対いいなんてことは、うん、あの言わないですけど、うん、臨場感がとても、さっきも言いましたけど本当に目の前で演奏してるような感じ、うん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 、SN って言ってその、まあ、要はこのヤマハのあそこにあるんですけど、はい、機械がなんか、ね、配線とかがフルバランス接続みたいな、うん、そういう、まあ、そのテクノロジーのことはどうでもいいんだけども、うん、ノイズがめっちゃ低いんですよ、うん、だからレコードであってなんかレコードじゃない、うん、なんかある人の本当気持ち悪いぐらい静かなんですよ ね、うん、ね、超低ノイズというかな、うん、だからまあ生々しいし臨場感があるし、うん、みたいな、ね、まあいうことで、はい、まあこれはもう私のもう推薦ということで、まあランちゃん、DJ ランにお越しいただきました。あの彼女の DJ 僕はもうなんかある種の敗北感を覚えたというか、もうめちゃくちゃ本当に素晴らしい、恐縮ですそんなのはいう感じで、あのぜひ一回聞いていただきたいなと思います、東京とか大阪とか札幌とか福岡とか、うん、お住まいの方でいや聞けねえよっていう方はあのぜひギャラ払って呼んであげてください。いやいやいや、あのその価値はあると思います。はい、いう感じでございまして、はい、します、これからもいい曲をかけ続けてください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。